2014年センター回答数1へ問3の括弧3です。問題文はここの FA と FC と FD の大きさを考えようということです。で、この点 A と点 F と点 C は円上に載っていますので、まずこの AF とFC、 これはもうこの円上の円周角、円上の円周角、これが等しいことが分かっていますので、ここでこの AF と FC、 これは等しいということが分かります。次に考えなければいけないのはこの FD ですね。 FD で、残念ながらこの点 D は円上にありません。ということで、関係ある三角形 FAD に注目して、角度、ここの A の角度と D の角度、これがどういう大小関係かどうかを確認するということが必要です。ということで、ここの式を見てほしいんですけれども、これは三角形 FAD に注目して、×2 つ足す×丸足すこの角 FDA を足したのが180度になっているということが表されています。次に、この式、4つの×と2つの丸で180度というこの式にも注目してほしいんですけれども、これは FAB の三角形に注目して、2つの×と1つの×と2つの丸、そして1つの×ということで、全部で4つの×と2つの丸を足すと180度、つまりこの青い式とですね、この青い丸と2つの丸が等しいということは、これ同じことを言ってるんですね。そうするとここの FDA、 これは結局ですね、1つの×と1つの丸ということになります。つまりそれはここが1つの×と1つの丸ですので、それはここの角度と等しくなる。つまりここの2FAD というのは二等辺三角形になるということで、この FD もですね、結局この FA、FC と等しくなるということで、答えは丸4番の FA イコール FC イコール FD となるわけです。